可愛くて大好き。え、でした？可愛い。いただきます。いただきます。美味しそう。フードと好き？食べる？あ、食べるんだ。どうぞ。何でも食べるね。本当？普通に。アレルギーとかあんの？ない。うまい。ウェットティッシュ1枚もらってもいい？いいよいいよ、ありがとう。ちょっとお口拭いてもいいですか、お兄さん。食べてからでいいよ。あ、じゃあお口失礼します。はい、いいよ。本当にスパイス入ってるような感じの ね、普通の味さ。うまいね。ブロッコリーは食べれるのかい？ブロッコリー大好きで。あ、いいね。偉いね。もう人懐っこい、いい子だね、もうね。慣れれば全然もう。うん、嬉しいね。うん、電話来た。え？え、かわいい。はい。じゃあもうそろそろお仕事行ってこようかな。ん？
ゆで卵とゆでたエビとゆでて細かくしたブロッコリーとフランスパンの中身をくり抜いたものです。こんな感じです。こちらをフランスパンに詰めていきます。ちょっと破けちゃったんですけど、ひとまず詰められました。急ぎ足になってしまったんですが、夜ご飯の下準備が終わりました。お散歩から帰って一息つきました。私今年で31歳なんですけど、今年も30歳です。やっちゃいましたね。青山落としちゃった、うんうん、サラダ完成です。封してから。なんで真っ暗なの？そりゃそうだな。えっ、嘘。
いや、これはちょっと上品じゃないですよ、これは美味しかったんだよな一瞬だったね。いやー、ちょっと今のはおもろかったな。まあ、可愛いよね。明日も食べれるから、こまめ。もうないよ。帰ろ帰ろ、びちょびちょになっちゃう。できたできた。ハウスの外がいいんだね。行こう。できた。そうそうそう、手食べできるかな。そう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 、上手上手。あ、できた。できた。そう、上手にできたね、リコさん。はい、いいよ。はい、いいかいいかいいか。食べていいよ。そうそう。何チャーハン、これ鮭チャーハン、小松菜と鮭のチャーハン。よいしょ。あ、おー、来た入ってきた、こまめが。いただきます。はい、行こう。よし、うん、おいしい。うん、うん、意外とこのレンコンがうまい。あ、ほんとよかった。うん、チャーハンおいしいね。うん、小松菜の苦味がちょうどいい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。少し運動不足です。でか。はい、できました。じゃーん。それ前回のやつ？うん、そうそう。かわいいね。よし、お風呂入ってこよう。うん。はい、上手だ。偉い偉い偉い何やっけ。よしよしよし、上手上手。うまくなったの、ほんと。
てるね。覚えてるね。こんばんめ。こんばんめ。先生好き好きだもんね。お座り。お、うん、いいか。じゃあね。期待値がね。この後まだいろいろできるなみたいなさ、うん、おかえり、はい、おかえり、嬉しい嬉しい、珍しい、コキ耳になってるよ。あれ珍しいね、よかったね。よかったね、帰ろうかうち。入れたの。どう思う？食べた感じ。なんか入れてるんだろうけど全然わからんわ。うん。うん。うん、野菜も美味しい。うん。行こう。行こう。まいかん。なんだけど、うん、その…鳥がいっぱい、こまみ、うん、いいかいく